与党は森友学園の籠池理事長の証人喚問を来週23日に行う方針を決めました。これまで参考人招致を拒否していながら一転して証人喚問を決めた背景は何なのでしょうか。中継です。安倍総理から100万円の寄付を受けたという籠池氏の爆弾発言を受けて、政府与党は一転して直接対決に舵を切りました。安倍総理サイドから100万円寄付を受けたといった話ももちろん何が本当なのかきちっと詰めなければなりませんし、籠池氏の国会招致をめぐり、これまで政府与党は取引に違法性がなく民間人に対しては特に慎重であるべきだという理由で一貫して拒否をし続けてきました。ところが籠池氏が安倍総理など具体的な名前や金額に言及し始めたことで状況は一変しました。ある与党幹部はこのまま好き勝手に喋らせると支持率に影響してくるから国会に呼んではっきりさせることでしたと説明しています。ただ何を言い出すかわからない籠池氏を国会に呼ぶことはリスクも伴うことになります。そこで与党は官邸の強い意向もあり参考人招致ではなく虚偽の答弁をすれば偽証罪に問われる証人喚問を選びました。また先ほど菅官房長官は昭恵夫人にも確認した結果、領収書もなく個人としても寄付は行っていないと述べました。こうした自信も後押しし、政府与党としてはお互いに嘘がつけない真剣勝負の場で一気に決着をつけて幕引きを図りたい考えです。